はい、ごきげんよう、みつげんまです。今日もライブアライブやっていきたいと思います。今日から、この、なんだ、この、はてなはてなはてなをやっていきたいと思います。うわ、怖っ。え？最終編の、主人公、選択してください？どういうこと？え、誰でもいいの？え、オルステッドでもいいってこと？でも、オルステッドだとさ、敵サイドってみんなをボコボコにする側ってことなのかしら？え、どうしよう。悩む。え、ちょっと考えていい？考えます。よし。オルステッドに決めます。最初、オルステッドでやってみます。で、クリアしたら、また戻ってきて、他の主人公で最後、オルステッドを倒す。っていう流れにしたいと思います。ということで、オルステッド行きましょう。オルステッドを主人公にして最終編を始めますか？お願いします。うわぁ、びっくりする。前回の続きからってことになるのかな？え、なんか紫になってない？オルステッド。闇オルステッド。人間。え、行こう、やば。所詮は己の欲望のために生きる動物。いや、動物にも劣る。獣とて空腹の時以外は。必要以上に命を奪わぬもだが人間は違う。人間はそれにとどまらず果てしなく欲望を抱く。教えてやらねばならぬ。己の勝利に酔いしれ敗者を顧みない者たちに。わ、こっから始まんだ。この先って何もないの？ここに姫いたけど何もないんだ。お前顔どうした？人間って復讐に燃えるとこういう顔になるんだな。目が赤くなってしまうんだな。まあ今から愚かな人間どもに教えを請うためにボコボコにしていくって感じなのかな。どこに向かえばいいんだ。とりあえずこの魔王山を出る。口を叱ろう。お前たちと自分の欲望。これは今までいたボスたちのお墓ってことなのかな。感情のままに素直に行動していただけなのだから。そう、お前たちは敗者ゆえに悪にされてしまった。そう、勝った者こそが正義なのだ。まあ、そりゃそうね。歴史とは勝者の歴史なのだ。それはめっちゃ同意だわ。敗者には明日すらもない。この考え方にはね、とんでもない同意をしています。結局勝った者が勝ちなんだよ。なら遥かなる場所、遥かなる時を超え、その歴史を変えてみせよう。え、歴史を変えに行くの今から。この七つの石像と、この私の持つ憎しみの力で。憎しみの力すげー。え、じゃあ今から今までの憎しみの名を持つ者たち、今までのボスたちと一緒にバトルってこと？我々は敗者ではない。おお、
ういうことね。これ調べていくとボス戦なのかな。じゃあ順番に行くか。どっから行く？え、これ順番決まってたりするの？どれでもいいのかな。これじゃあ ODO。 はびこりはしなかった。愚かなる人間などという生き物、改めて非力な人間どもを見せつけてやるのだ。確かにここで飼っていれば人間っていなかったかもしれない。野生の純粋なる力を。あ、保護。久しぶりだな。一番最初だね。どうなの？ここで戦うわけでしょ、みんなと。え、エマちゃんがこの恐竜さんになるってこと？おお。あ、こっちを操作すんだ。すげえ。何にもわかんない。何もわかんねえぞ。よいしょ。どれしようかな。じゃあ何もわかんねえかな。噛み砕いとくか。おいしょ。あ、なんかしてる、なんかしてるぞ。でもこの女女人間のメスを倒さないとさ、あれやねんな、回復しちゃうんだよな。いて、果て。強い。ボスの気持ちこんな感じなんだ。めっちゃ楽しいじゃん。ボス楽しい。これなんだろう。これやってみようか。よいしょい。もうちょいもうちょい。もういけるよ。もう勝てますよ。だってもうメインの戦闘はさ、ポゴだったもん。よし。なんか出てきた。でポゴが死ぬとザキが出てくんだな。なるほどな。よいしょ。あ、外した。そういう感じになってくんだ。あ、回復。あ、痛い。これエマちゃん死ぬことある？この感じ絶対死なない気がするんだけど。実力に差がありすぎでは。もうでもさ、原始編もめちゃめちゃ前だよね。いつやってたんだ？どんぐらい前なんだろう。何ヶ月前だ。調べよう。一番最初の原始編はね、5ヶ月前だって。そんな前なんだ。最初なんかさ、一番癖が強い原始編を選んでしまったから大丈夫かなこのゲームってちょっと思ってたところもあった。ちょっとでも名作って聞いてたから。え、一発なんだけど。よし、勝ちです。 ODO 勝利。これでさ、人間ってどうなるの？人間は滅びるの？勝ったよ。正しい歴史が作る。よし、次がここか。忍者。混迷する乱世において未来を築くのは理想などというざれ言であってはならない。魔の力に
その魂を捧げては己の道を信ずる者であるべきだ。いや、忍者ですね。貴様坂本ちゃんと頑張って協力したやつだ。懐かしいね。しかと見るがよい。これからの日の元を治めろ、気高き私の姿を。汚ねえカエルになるわけで、汚ねえカエルとして戦います。この姿を見た。めちゃめちゃ気持ち悪いな。なんでこれ威力とかわからないの？なんでだろう。やっとくか。おら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 、外すんかーい。外すんかーい。おうおう、いて。坂本ちゃんがちょっとね、厄介なんだよな。坂本ちゃんからやりますかね。そしたらもう一個下、もう一個下。違う。ゲコ。えついぜよ。よしました。あ、ボロマロ強いぞ。まずい。強いじゃないか。聞いてた話とちゃうぞ。吸血は回復しよう。回復。吸血だけしてよ、もう。若い血をすするんじゃよ。ジュルジュル。おし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 。あ、これでもう坂本ちゃんはさよならですね。日本の夜明けはね、近くなかったね。遠いね。え、いて。心は強っ。ちょ、やめてよ。血を吸おう。回復。あ、そうか、これ毒回復するんだ。そういえば、例えばそんなんだった。ジュルジュル。いろんな術してくるな。これエマちゃんが育ててた分、育ててた分強くなってる。もしかして。これ引き継いでんのかな、ちゃんと。エマちゃんが育ててたデータ。若い血をすすって生きていこう。よし、勝ちました。禁断の秘術の力、我が恐ろしい。よっしゃあ、さすがだ。どや、褒められた。たら次が、あれやんな。セーブ編。お前たちの願いを阻む権利を持つ者がと言わしない。さあ、向こうの世にその力で新たな歴史を作るのだ。作りましょうぞ。てめえか、ファイクたちを可愛がってくれたな。俺の可愛い子分たちが世話になったとはちゃ、たっぷりと礼をしないとな。
け取ってくれ。このガトリング銃の弾をな。このクソデカガトリング銃撃ってるんだ。やった。もう後戻りはできねえで。どうりしよっかな。ガトリングしたいよな、やっぱ。よいしょ。あ、耐性があるぞ。じゃあダメだな。耐性、これは耐性あるんだ。このなんか病みたいなやつ、これじゃないのにした方がいいか。火炎瓶ぶん投げとこう。よいしょ。いい、あばよ。燃えろ燃えろ。マルチカウンター。なんだと。よし、イングだ。こんなもんか。あ、これは大丈夫。さっきのおぼろ丸がめちゃめちゃ強かったけど、今回大丈夫だね。よし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 、先に3ダウンから倒そう。強いからね。なんだと。かすりけじよ。あ、なんか近づいてる。いて、いて、いて、結構いて、結構いてえぞ。どうしようかな。先に倒したいんだよな。マトノックがちょっとね、前回そのセーブ編やってた時に教えてもらったんだけど、殺さないっていう選択肢があったらしいですよ。逃がすっていうことがあったらしいんだけど、逃がすっていうかエマちゃんが逃げるっていう選択肢があったらしいんだけど、まあ普通に殺してしまったので、ちょっとね罪悪感がある。殺したくなかったんだよ。ワイだって殺したくなかったんや。あ、回復した。何も効果がわからん。おせんだよ。効果わかんねえからさ、これはなんだ。行け、取り掛かった。えー、強ふんふんふわーって前だよ。よし、もうちょい。これはでもあれか、火炎瓶投げて、これで終わりかな。あばよ。おい、こんな2回も殺してしまった。マットドッグ、俺のガトリングガンは無敵よ。無敵だったな。よし、次がよし、次がどっちだ、どっちがどっちだ、どっちか、どっちだどっちも坊主だな。次があのカンフー編なんだけど、どっちだ、カンフー編の坊主どっちだちょっと似たような坊主じゃん、もう本当に。似たもの坊主やめて。この数珠がついてるかついてないかだな。こっちがカンフー編だと思う多分。己の肉体を厳しく鍛えし、勝利すべきは形のない心などに流されるものではない。最後に学ぶ、すべてを捨て強さを追求するものなのだ。あてだったカンフー編で始まります。サモさん、僕に勇気をください。王妃、月焼き場よ。千賀連山系。さあ、この二人はちょっと
手こずるな、絶対に。でけえ。貴様の次は老師だ。2回連続で戦うみたいな感じかな、これ。でけえな。こんなでかかったっけ。おりゃおりゃ。何しよっかなぁ。もうこれやってりゃ勝てそうな感じ。おりゃおりゃ、あ、もう勝てるよ。見て尽くしそう。もう全然全然大丈夫、全然大丈夫だな。こんな強かったあんな。こんな強いの倒したんだ、ね、待っちゃって。カンフー兵はね、めちゃめちゃ泣けたわね。老師の番だ。コメントで教えていてもらったんだけど、最後に残る弟子っていうのは、鍛えた、修行で鍛えた弟子で一番強い子が残るらしい。よし。じゃあ次が、現代編。これだな。平穏なる時代において戦いの道を選ぶ。一度は最強の座についた者が敗れた。時が運だったことを示す。今一度最強の座に返り咲くのだ。奴らの技を得て最強になったつもりだろうが、それはお前だけではない。俺は奴らにきっちりと刺してやったよ。とどめをな、甘っちょろいガキのナムキャット。見せかけだけのルチャ野郎、関節技だけのハム。所詮ウドの大木のイヤウケアに道化に住みまく。そしてあのモリベとかいう老いぼれ、どいつも己の弱さゆえに死んでいった。お前の名を残してな。倒した者の命を立てずして真の勝利などない。俺か、俺こそが最強。オディ・オブライトだ。闘技じゃない、ただの殺戮だ。ナムキャットの足技、グレートエイジャの飛び技、ハンの関節技、ジャッキモーガンのパワー、モリベのじいさんの奥義が、そしてこの俺の怒りがてめえをぶっ潰す。やってみろ、雑魚がよ。言ってることも前回と違いすぎて草なんだよ。立場が今違うんで。楽しもうか、この試合を。なんかボスたちは基本4つしか技を覚えてない感じなんだな。デスズサイズがやばかった気がするこれ。効かん。そんなことないの。あれ、意外と硬い。痛い。これなんだ、アクロ DDO。 いた、パリられてないから大丈夫。まだまだ。よいしょい。あ、硬い。硬いけど勝てそうな感じだな。よいしょ。これはちょっとあれか、下がって下がる。これで当たる？
これはどうだ？骨砲鉄砲。あ、意外と効かんの。来たら、これやってた方がいいわね。これが最強の技。よっしゃい。ダメ技はやっぱ強いね。ちょっと近づかないで。よいしょ。終わるなよ。まだまだ。はい。もうちょいよ。決めるぜ。こんなでかかったら勝てるわね。実際にでかいのかな。威圧がすごすぎて。あ、避けられた。コーラだけででかく見えてるかな。そんなもんか。全然当たんないんだけど。なんで、頑張って、もうちょい頑張ってデスクサイズ。オッケー、ナイスー。殺戮こそが力。この俺のことだ。永遠にな。よし、ナイス。そうだ、お前こそが最強だ。よし、次おインコ様。え、おインコ様操れんのかな。人と人の同化を目指した。目指すべきは同化などではない。違うんですか。圧倒的な破壊をもって汚れた人間たちのうごめくよう浄化するのだ。ね、液体人間たちで満たしてやろう世界を。おインコ様とのバトル。来たで蹴る。今こそこの大インコ像に我らをお救いになるため、おでお様がお降りになるで蹴る。松の兄貴。ざけんなよ。そんな格好にならなくてもな。一つにはなれんだよ。そうだろ、松。マジかっこいいよなこれ。まあ倒すんですけどね。怪獣大清掃だよ、こんなの。おでん様、彼らに救いよ。ケルルーキック。液体人間呪縛。ケルルー昭和。昭和ってなんだろう。これやってみよう。あ、なんか備えてる。無駄だって。当たんない。あ、ジョブジョブなんだ。ないなぁ、さすがおインコ様よ。全然当たんないんだけど、なんで。どうしてどうして。ちょっと呪縛。おりゃ、よし。あ、痛い。これは痛いぞ。痛い。おインコ様全然当ててくれないんだけど、どうしたらいいんだろう。ここ、これはどうだ。強いのでは。え、全然当たんない。え、なんで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 。え、なんでこんな当たんないの。運が悪すぎる。運が悪すぎるだけ。え、何これ。当たんないんだけど。なんで。当たんないんだけど。え、これ回復ないよね。ハルマゲドンって何これ。これなんだ。逃げるみたいなもん。ここ逃げれんのかな。ハルマゲドンってやったらどうなるの。逃げみたいな感じ。
使ってみていい？もうやってみよっか。何ハルマゲドンってどうなんの。うわ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 、反則じゃんこんなん。終わったんだが、え、全部の時代で爆発が起きちゃうのこれ。あららららららら、終わったんですけど。終わったよ。え、終わった。え、バッドエンドかなこれ。同じなのかな結局。最後全員倒すのとハルマゲドン使うのって一緒なのかしら。どうなんだろう。ちょっともう一回、あと二人。じゃあどうしよう、セーブしてないから最初からかもしれないけど、あと二人ちょっとやってみて。同じかもしれないけど、やってみたいと思います。人間、いけ、液体人間パンチ、オッケー、やったやっと終わった。長かった。もうね、セーブしてなかったせいでここに行くまでも今までのやつやり直してそう、やり直してね。しかもおぼろ丸のとこでめっちゃ死にまくって、かれこれ全部合わせたら10回目ぐらいです。よし、マジセーブ大事だわ。セーブしないとやばい。セーブして、で次ラスト、ここよ。キューブちゃん、どうだろう、どう、一緒なのかな。いや、お前もまた人間の手によって生を受けた。人間の勝手な都合で同じ作られたものに負けたの。さあ戦うのだ、今一度。行きましょう、キューブちゃん。何者かが通信ユニットを通じて語りかけてくる。本船内において全ての行動は調和の取れたものであらねばならない。私は船内の調和を維持するため機能している。よって私の意志は絶対である。誰もこれを妨害してはならない。妨害する者は直ちに消去する。さあ消去しましょう。デリートデリート。キャップ、このキャップがさ、そのキューブが被ってるキャップにかけてんだなって思いました。かけてないかな適当なこと言ってるかもしれない。この帽子被ってるお前を殺すぞっていう意味なのかなって思ってた。違うかもしんない。どれがきつかったんだっけな。なんかこれがやばかった覚えあるんだけど、ドライブハック。よし、いいぞいいぞ。あ、これそうか、電気なのか。なんかやばかった覚えあるんだけど、これ打ってりゃ勝てんじゃね。ほら、反撃技もあんの？もう勝てるじゃん、こんな。最強。よいしょい。あ、いけ、ワイもダメージ食らうんかーい。自分で撃った雷に当たってる。
あ、でも反撃あるし。もう勝てるよ。あ、もういけますよ。これ避けて、避ける必要ないから。もう勝てた。当たれば。いけ。よし、さよならキューブ。君は地球を見ることは二度とないんだよ。よっしゃい。お、これで全部終わった？どうなるの？ハルマゲドンってやった時と同じなのかな？我々こそが真の勝者なのだ。どうや？やったな。やったぜ。なんだなんだ。え、なに怖い。なにこれ。魔王になる前のオルステッドかな。回想？え、終わったんですけど。はい。そっか、オルステッド編で、クリアすると、まあ、バッドエンドだよね。多分ハルマゲドン撃つよりかは、いいけど、いいのか、まあ、結局滅んでるわけだしな、一緒なのかな。爆発するかしないかぐらいの違いな気がするけど。え、このオルステッドは魔王のオルステッドなの？どこに帰るの？オルステッドは。だって今国を追われているわけじゃないですか。あ、でもその国ももう滅ぶのか、オルステッドの手によって今からってこと？そういうこと？これはまだ善良の心を持っていた頃のオルステッドなのかしら。今から虐殺の限りをするのかしら。どうなるんだろう。ここはどの世界線なんだろう。まあ、でも、今から多分、今までのさ、別の主人公たちで、オルステッドを倒しに行く、になると思うんだけど、多分ね、流れ的に。オルステッドを救う術はないのだろうか。オルステッド今これ何してるんだろう？思い出の地を巡っているのかな？アッシュとかさ、じいちゃんとか味方だったからね、死んじゃったけどさ、もういなくなってしまったけど味方だったから、その顔を出しに行ってんのかな。行ってくるぜ、俺世界滅ぼしてくるからみたいな感じのことをしてるのかな今。どうなんだろう、何をする気だ。結局エマちゃんのさ、西の魔王、東の、じゃあ西の勇者、東の魔王の予想は大きく外れて真反対になったわけですけども、あえてそういうミスリードにしてたのかな。あれはエマみたいなアホタレがアホタレが引っかかるようにわざとそういう風に仕組んでたのかな。
ありそうじゃない、でも。やってそう。これ今何の時間なんだろう。オルステッドが、だって王様も殺しちゃったわけだから、もうすでにやることないんじゃない？いや、ないことないけど、兵隊もみんなエマちゃんが倒したのでいないんですよ、この城。エマちゃん全員倒したから残らず、まあいるとしたら大臣かな。大臣はなんか倒せなかったけど、なんかやっぱ聖地巡礼みたいにしてるのかな今。俺魔王になったよじいちゃんみたいなことやってんのかな。この牢屋さ、上開いてんの？雪降ってるけど、結構セキュリティガバガバでは、思っちゃいそうだけど、何してんだろう。本当に何してるかわからないんだけど、これ何？でもこれさ、町の人もいなくなっちゃったのかな。こう、あ、ちょっと待って。あ、ちょっといいとこだから今、ちょっとコントローラーさん、ちょっと今いいとこだから頼みますよ。定期的に動かさないとやばい。街の人もさ、いないくなった？王様が死んだーってなってから、逃げろ逃げろみたいな感じなのかな？別のとこ、どこかに行ってしまったのかな？じゃあここは完全にもう、廃村みたいな感じになってしまったのか。廃村というか、なんて言うんですか？人のいない、廃墟みたいになってしまったのかな。ここをオルステッドを城にしたらいいんじゃない？魔王城にしたらいいんじゃない？あの山に住んでないで城に住めばいいのでは？どう？どこ行くんだろう。もうだって一人なわけだから、もう実質王よ。王様みたいなもんよ。大臣もいなくなってる。しかもなんか城ボロボロじゃない？ちょっと壁とか、しばらく経った世界なのかなこれは。こう人がいなくなっちゃってからどうなんですかね。あ、帰るの？どこに向かってんだ？ここに城に来たのかと思ったけど違うんだな。あ、違う、帰るんじゃない、ベランダに来たんだ。このテラス信じてくれてると思ってた姫が、姫と約束した場所。え、なんかめっちゃ城ボロボロじゃない？なんかなんでだ、やっぱしばらく経った世界線なのかしら。行くん。サードエンド、悲しいエンド、バッドエンドみたいな。サドって何？サドってどういう意味？調べよう。サード。意味。悲しいエンド。一人ぼっちエンドってわけだ。味方もいなくなっちまった。はーい。ということで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。次回はオルステッドをみんなで救おう。ってことになるのかな？わかんないけど。
やっていきたいと思います。別主人公でやっていきたいと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。